はい、ということで、本日の動画、タイトルある通り、無料のメルマガを始めます。メルマガって皆さん嫌な印象ありますよね。僕も嫌な印象あるんですよ。楽天だったりとかいろんなとこ登録したらメルマガ勝手に来たりとかすることあるんで、僕ああいうの登録するときはいつもメルマガのチェックマーク外すんですけど、そんなんとは違って僕はなんていうか、豊富なコンテンツ配信っていうのを目的にメルマガを配信していきます。とりあえず今から作るのは無料版です。ここの下に貼ってあるリンクも無料版です。後々として有料版を作りたいなとは思ってます。こちらの有料版では何をするかというと、限定公開の動画のリンクを貼ったり、曲の配信無料でね配信したりだとか、もしかしたら有料になったとしても有料のそのリンク貼ったりとかもします。まあとりあえずそのオフ会だったりとかいろんなことの詳細情報貼ったり、あとブログ感覚の記事書いたりとか、 Q&A 皆さんからその Q&A 専用のメールアドレス、その有料版にも貼りますんで、まあ無料版にも貼ってるんですけど、それにまあ動画の感想だったりとか質問くれたら、今感想だったらそれを紹介させてもらって、質問だったりこれ答えたいなって思うやつだったらそのメルマガの中で紹介させてもらうんで、そういうやり方とかもします。で、あと有料版だったら月に1回最低でも5000円から1万円ぐらいの iTunes カードとか Amazon のギフト券などなどのプレゼント企画有料版でします。ただ、まあ5000円は安いかな。ただそのなんでこれからやらんのかっていうと、そのプレゼント企画をしたところでその1万円以上の収益がそれで取れないと僕がただ単の赤字になってしまうんで、 YouTube はその赤字がないんですけど、ただ有料版でやったら赤字になってしまうんで、とりあえず無料版を作ってどれだけ皆さんが登録してくれるかなっていう感覚を取ろうと思ってるんですよ。とりあえずだから無料版では今のところ、動画の編集後期だったりとか短いブログ感覚のものを変えたりだとかで、メルマガの限あこれはまだかな限定公開の動画とかも作っていくんで、で無料版有料版作ってからは無料版では30秒だけそれを公開します。であとは Q&A、まあなどなど僕がもしかしたら勝手に占いとかするかもしれないです。まあそんな感覚で、無料版とりあえず作ります。有料版はもっと後々作りますんで、1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいには作りますんで、それまたよかったら気になる人おったら登録してください。その時また紹介しますんで、とりあえず今は無料版です。無料版したらよかったらリンク貼ってあるんで登録してくれたらなと思います。鬱陶しい内容のことを書かないんで、あとプラスでしょかな、あと商品紹介とかね、僕あんま動画で商品紹介するのはなんていうかね、あんま好きじゃないんですよ。僕あんま商品を口でうまく伝えるのが苦手な感じがするんですよ。自分の中でうまく紹介できていいのかなみたいなんで、ただ文章やったらできるなと思うんで、プラスで僕ね結構紹介したいもんあるんですよ。例えばこれとかね、iPhone とか Android の魚眼レンズなんですけど、例えばツイキャスとかしてたりとか、友達とかとね、女の子だったらこうやって自撮りするでしょ、友達とかと並んで、その時に人数入らないじゃないですか。あん時にこれつけたらかなり広いんですよ。ツイキャスとかでも友達と配信しててインカメしたら映らないんですよね。コメント読み話したらコメント読みにくいとかあるじゃないですか。目悪い人だから、僕目悪いんでそんなん結構あるんですけど、とりあえずこう話した時にもう映るんですよね。全部が景色と一緒に映ったりとか、そこにもう一人入ったりとか、結構これいいんですよ。でこれまた値段が1200円ぐらいだったんですよね。なんでこういうのも紹介したいなとは思ってたんですけど、なんか動画でやることかなと思ったんで、メルマガとかだったらまあかなり長い文章とかなって、みんな暇な時とかに全部バーッと見てくれたらなと思うんですよ。とりあえず無駄なことは書かないつもりなんで、よかったら全部見てくれたらなと思います。頑張ってね、僕キーボードを何時間もかけて打って作るんで、まあとりあえず明日、4時頃、配信するんですけど、それはテスト配信です。それはまああんまり中身がないものです。とりあえずメルマガの説明みたいなもんなんで、よかったらまあ読み流してくれたらいいなと思います。まあ読み流すっていうか、まあ読んでくれたらなと思います。ということで本日こういう宣伝なんですけど、よかったら下リンク貼ってあるんで、よかったら登録してください。Twitter とかでも随時つぶやくんで、そこからでも登録してくれたらなと思います。皆さん学校とかなどでも口コミで広げてくれたらなと思います。それでは以上、ポリキムービーでした。